それでは最初に市販のクッキーですね、はい、砕いていきます。もう本当粗くていいんで、もうこれ手で大丈夫です。手で大丈夫です。ありました。これムースにクッキーですか。はい、はい、食感で今日はスポンジとか使いますけど、はい、クッキーぐらいの方が食感があるんでサクサクして美味しそうです、ね。はい、そしておすすめの種類のクッキーがあるというふうに、はい、グラハムクッキーとか、外国の輸入物を使ってる量販店なんかで売ってるんですけど、そっちの方が香りがいいですね、やっぱり。なるほど、はい、グラハムクッキーってどういうクッキーなんですか。全粒粉を使ったクッキーになります。なるほど、はい、まあスーパーなんかで売ってない場合は、ね、輸入品なんか扱うお店なんかでお買い求め、はい、お買い求めいただけたらと思います、はい。でこれを底に引きますね。今日はこんな形のグラス用意してますけど、ご家庭にあるカップでも何でもいいです、入れ物は。粗めに砕くんですね。そうですね、粗めの方がいいです、はい。そして今からムース作っていきますね、はい。チョコレートをボウルに入れてもらって、この中に生クリームですね、 50g か入れます。で軽くラップかけて600ワットの電子レンジで1分かけます。なるほど、はい。まあ、結構スイーツなんか作るときにはオーブン使ったりすることもありますが、今回レンジでできるんですね。はい、でその間に生クリーム立てていきますね、はいはい。生クリームですね。でこれを立てていきます。ちょっとやってみますか。あ、ちょっといいですか。はい、私あんまりこれ得意じゃないんですよ、なかなか泡立たなくて。料理男子どうですかね。ダメです。ダメです。ダメです、はい、手首に力入れずにこんな感じで横に振ってください。そうするとあっという間に立ちますんで、はい、ここポイントですね、はい。あんまりぐるぐるかき混ぜずに横に。そうですね、ぐるぐるかき混ぜると中の液体が追っかけっこしちゃって立たないんですよね。そうなんですか。そうです、はい。この混ぜ方で味が結構変わったりする。立ち方が全然変わってくるんで違うと思います。はい、それが違うけど。そして手首にも。苦手な人は電動ミキサーでもいいですか。電動ミキサーでもいいです、はい。ただ立てすぎだけに気をつけてもらえれば、はい、はい。今回その立て方の目安なんですけども、はい、8分立てと言いまして、はい、ちょっと角が立ってとろっとするぐらい、はい。なるほど、もうとろっとなってきたんで。はい、そうなんですよ。私やっぱりここまでかき混ぜてるとだんだん手首痛くなっちゃってるんですなるなる、くるんですけども、力やっぱり入りすぎですよね。手首の力抜いて横にこう揺らすような感じで立てていくと全然疲れないです。なるほど、はい。そしてどうですか、だいぶもうこれとろみが出てきましたね。とろみがついてきたんで早いですよ、はい。これぐらいの量だったらね、ほんと冷やさずにいけますから。いけちゃう。なるほど、はい。どうなんですか、それって大久保さんがすごいだけというわけではなく。そんなことないです。結構もう誰でもできてしまう、はい、できると思います。もう電動のミキサーあればね、それでやっちゃうともうあっという間に立つと思うんで、はい、それで十分です。まあ、立てすぎだけご注意いただきながら、はい。そうですね、それをやりすぎちゃうとボソボソになっちゃうんですよね、ムースが。あー、はい、どうしてももう少しかな。どうですか、はい、ほぼほぼ立ってきましたね。もうかなり8分立てに近い形ですよね、はい、いいですね、はい、こんな感じで。そして、まあ、ちょっと8分立ての完成の目安だけちょっと見ておいてもいいですか、はい。こんな感じでちょっと筋が立ってこのくらいの立ち方ですね、はい。そうですね、これ以上いっちゃうとボソボソになっちゃうんで、もう一回だけ最後いいですか。いいですか、こんな感じ。このくらいの、はい、はいはいはい、このくらい立てばいいんですね。そうですね、はい。でもう電子レンジで溶けてると思うんで、はい。そしてまあこのチョコレート溶かす際にも生クリーム使ったんですけども、はい、これも大事なんですよね。これ生クリーム入れて溶かしてあげると焦げないです。チョコだけで溶かすとどうしても焦げやすいんで。はい、焦がしたことあります。そうです、すぐ焦げちゃうんで、ね、チョコレートって、はい。でこんな感じで溶けて滑らかになったら、この中に、もう美味しそう、美味しそうです。お砂糖ですね、はい、お砂糖ですね、まずは、はい。とココア、はい、無糖のココアですね、はいはい。ココアパウダーも一緒に入れます。砂糖 35g にココア 15g です、はい。こんな感じで混ぜて溶かしてください。ダマがないように。私いつも気になるんですけども、はい、スイーツ作るときって結構チョコレートにさらにカカオを入れたりしますけども、はい、この意味合いってやっぱりビター感が出るんで、その方が美味しく感じますよね。なるほど、はい。まあ、より深くなってくるようなイメージですかね、はい。でこの中に先ほど立てた生クリームを入れていきますね、はい。とりあえず最初は半分ぐらい。なるほど、はい。この生クリームは2回に分けて入れたらいいですか、はい。その方が泡が潰れずにできますんで、はい、こんな感じで切り混ぜるような感じで。なるほど、混ぜてってくだ
ください。まあ、下のチョコレートもしっかりと混ざるように。そうですね、しっかり混ぜてもらって、はい、で残りを全部入れますね、はい。そして大久保さん、今回ムースですけども、はい、チョコレートと生クリームぐらいで用意するもの大丈夫なんですね。大丈夫です。ゼラチン入れたりする方もいらっしゃいますけど、チョコレートが固まる分で冷やしておけば固まってきますんで、こんな感じで全体を。シンプル。そうですね、シンプルです ね、すごくシンプル。材料は本当にこれだけでいいです。基本的にずっと混ぜてる、はい、混ぜる作業だけちょっと、はい、混ぜるだけです、はいはい。であとは先ほどのグラスに冷凍のブルーベリーですね、はい、よくスーパーで売ってますよね今。あるこれを、まあ、好きなだけ入れてもらって、なんとなんと贅沢ですね。でこの中にムースを流し込みます。これ大久保さん、ちなみにお店でも近いものを出しているというふうに伺いました。はい、出してますね。うちではあのミックスベリーとか使って出してますね。あ、美味しい。なるほど、ベリーの種類を変えながら、はい、はい、こんな感じで。でこれで3時間以上冷蔵庫で冷やしてください。あ、そうすると固まりますんで、はい、はい。なるほど、3時間以上冷蔵庫で入れて冷やしたら簡単チョコレートムースの完成ですね。はい。